皆さん、こんにちは。お久しぶりです。サチです。ここ最近ね、コロナ騒ぎとかで、随分いろんなイベントとかが中止になっちゃって、で、私も5月は、3つくらい出店する予定だったんですよ。でも、それが、中止になっちゃって で、実際にね、本当は展示会場で、イベント会場で、作品出展して、お客様とかファンの方とコミュニケーションとって、作品の解説とかね、する予定だったんですけど、それもちょっとできなくなってしまって、で、じゃあこれからね、インターネットとかを使って、オンラインでどうやって皆様と関わっていくかってことをちょっと考えて、で、すっかり忘れちゃったけど動画があるじゃんみたいな感じで思って、そうですね、ちょっと動画を使いながらも皆さんとコミュニケーション取っていけたらいいなって思います。そうですね、というのも最近作品に自分の思想とか考えを反映させるようにだいぶなってきて、前もそうだったんですけど、前よりさらにって感じですね。で、その入れていく思想とか考えがちょっと複雑に最近割となってきてて、で、そういう意味もあって、ちょっと作品解説をしていけたら、もう皆様とまたちょっと近い距離感になれるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。そうなんです。だから、なんていうのかな、やっぱりタイト作品タイトルとか文面でちょっと伝えたいなとも思って、ホームページの方では、ウェブサイトの方では、この作品についてを、短く、文章として、盛り込んだりはしてるんですけど、やっぱり、私そんなに文章能力あるわけでもないし、やっぱり文字だけだと、ちょっと伝えたいことが伝わらないっていうのも多分あると思うんですよ。はい。で、以前作った作品について、これはどういうイメージっていうか趣旨なのかっていうご質問いただいて、ああ、そっかって、やっぱり作品解説がないと伝えたいことっていうのはなかなか伝えられるものじゃないんだなっていうのを改めて感じたんですね。作家の私としては、その作品にすごい盛り込んで、こういうことを伝えたいんだよってお伝えしてるつもりではいるんですけど、それはね、わからないですよね 正直。だって過去のね、いろんな画家さんたち、画家だけじゃないですよね、音楽家とか小説家とか、そうですね、いろんなクリエイターがいますけど、自分の思いを作品に詰め込んでいるとは思うんですけど、やっぱり受け手側、その感を見てる人とか聞いてる人の捉え方って様々だと思うんですよ。そうすると、やっぱり作家さんの解説自体がなかったら、作品の本当の趣旨っていうのはもうわからないよなーって思って、もちろん私にとっては、その見てる人がどう感じて、どう作品を受け取って楽しむかっていうのが、その絵を見る楽しみであると思うんですよ。もちろん絵だけじゃなくて音楽とか。落ちた！すいません！ハプニング！ハプニング！大丈夫です。絵は大丈夫です。はい。大丈夫ですよ。そう。ってね、思っているんですけど、でもそれでもやっぱり作家さんが何を考えて作ったかとかって知りたいじゃないですか。私もやっぱり知りたいですし。だから、受け手側はもちろん自分の解釈でっていうのが、鑑賞の楽しみな一番の、一番っていうか、一つの楽しみ方なんですけど、でもやっぱり作家さんがどういう思想を持って描いてるかっていうことをお伝えしていくっていうのは、とても大切なことなんじゃないかなって思っていて、勝手に私もね、伝わってるんじゃないかななんて勝手に思ってたんですけど、よくよく考えてたら、ねえ、お話もしないで伝わるわけないよなみたいな。しかも作家さんの頭の中って結構ごちゃごちゃしてるっていうか、分かりにくいこと考えてたり結構するんですよね。何考えてるんだろう、この人みたいな。だから、多分私が分かったつもりになってても、多分ね、見てる方は分からないよねっ
ってちょっと考え直したんですね。だから作品、もちろん作品で伝えたい、作品を見てもらって伝えたいことがあるんだけれども、それでもやっぱりこう何を思って書いたかとか、何を思想として書いているのかとかっていうのは、こうやっぱり情報としてお伝えしていって、より楽しんでもらうものも大事かなっていうことで、長くなりましたが、はい、これから作品解説の動画を、撮っていきたいなって思ったんですね。実際にこうやっぱりリアルでお会いできるかどうかっていうのもなかなか難しいところであると思うんですけど、私としては見てる方々とコミュニケーションを取るのも一つの楽しみ、作品を通してコミュニケーションを取るっていうのが一つの楽しみなので、はい、ちょっと作品解説をこれからね、一個一個していけたらいいなーって思ってはいます。はい。で、こちら、そう、もう長くなってすいません。新作です。さっき起こしちゃいましたね。大丈夫です。大丈夫です。ちゃんとマットでね、起こされてるから大丈夫です。本当にごめんなさい。もう絵描くこと以外すごい抜けてるんで申し訳ないんですけど、大丈夫です。作品は大丈夫です。はい。じゃん、こちら新作になります。裏に書いてあります、タイトル、穏やかな添い寝、穏やかな添い寝。これ動画だと反対になってたりするのかな、左右逆転してるのかな、マットに入れたらこんな感じの作品です。穏やかな添い寝で、これはですね、ちょっとまああんまり暗いお話はしたくないんですけど、最近私の大好きだったおばあちゃんが天国に、はい、行きまして、すごく唐突だったんですよ。で、いきなりお知らせが来て、あ、おばあちゃんがってことだったんですけど、すごく、なんだろうな、びっくりして、悲しいっていうよりも、っていう気持ちがまず一つ。でも、いつかは来るだろうなって、やっぱり心の準備もあったんで、なんだろうな、悲しいっていう感じではなくて、まあ、単にすごく驚いたっていうのが正直なところですね。で、それの後に来た感情っていうのが、すごく穏やかで柔らかい日だったんですよ。風がすごく気持ちよくて、で、お日様もちょうどこうポカポカとね、気持ちいい、風も本当に優しくて柔らかくて、なんか包み込んでくれるような、お昼寝したくなっちゃうような、すごい柔らかい日に連絡があったんですね。で、その時にちょうどこの絵を描き始めてはいたんですけど、その時に思ったのが、ああ、おばあちゃんすごく穏やかに安らかに天国に旅立ったんだなって、勝手ではありますけど感じたんですよ。で、ああ、こんな日に天国に行けるってやっぱりおばあちゃんだからかなみたいな、悲しいっていう感情よりかは、私最近よくこう死を考えはするんですけど、その人に会った穏やかな日の旅立ちだったのかなって、すごくその時に良かったねっていうのも変なんですけど、とっても素敵な日に長い眠りにつけて良かったねっていう、そういう気持ちであったんですね。で